know what you got. あ、どうも。今日はちょっと一日密着ということでよろしくお願いします。早速なんですけど、ご自宅も拝見させていただいていいですか？はい、どうぞ。はい、じゃあ失礼します。はい、狭いですが、すいません。自宅兼スタジオです。すごく狭いんですけど。夏美です。DJ とプロデューサー、楽曲制作をしています。主にベースミュージックとハード系をやっています。昨年は DJ マグジャパンで日本一位になったり、ウルトラジャパンに出演したり、コロナで行けなかったんですけど、ウルトラアブダビだったり、あとは現場は新木場のアゲハとか、ワープ新宿のデイイベントなどで DJ しています。よろしくお願いします。普段って家で何やられてるんですか？普段家で曲作ったり、DJ やったり、あとは音楽以外だったら筋トレとか、あと、あつ森してます。全部今時ですね。ちょっと DJ なんで、早速ちょっと制作もしやってるんだったらそこら辺ちょっと見てみたいな。はい、ぜひ。いいですか？はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょうど今、まだ全然これ出してないんですけど、作りかけてるところで、浜崎あゆみさんが、アカペラを結構出してて、それで私は M って曲をチョイスして、私のリミックスを今作ってるところです。いろいろ、まだラフなんですけど、そしてハードスタイルも作りました。ハードスタイルのイメージ強いですか？そうですね、最近私、もともとベースメインだったけど、ハードも取り入れて、なんか最近、ハード系の方が増えてる気がします。イメージがちょっとそういうイメージ、ね。うん、なんか自分で今回も浜崎さんの曲一から作られてるんですけども、はい、自分でエディットしたりとかそういう感じのもう僕いただいたことあるんで、うん、使わさせていただいたりしてるんですけど、うん、そういうのも結構やってるんですか？エディットはもうめちゃくちゃ作って、多分500以上は作ってると思います。500以上。500曲以上。すごい。自分で把握できてないんですけど、あ、見ます、ちょうど。じゃあ、書ける曲ってもう全部ほぼ自分でエディットしてる曲ばっかですか？そうですね。エディットが多いし、もうここ全部エディットですね。わーっ。私の。これ一部のフォルダで。うわ、だいぶ時間かかりますね、これは。読み込み、これも全部私のエディットばっかりです。結構なんかそういうの、かかってる時にこれいいからくださいとか言われるのってどうなんですか？あ、全然あげます。あ、本当に？はい、言っていただけるのは、まあリリース、なんかレーベルリリースとかだったらちょっと厳しいですけど、うん、全然あげれるものはめっちゃ渡してますね。言われること自体も嫌じゃない？あ、嬉しいです、逆に。あ、嬉しい。やっぱ人によってはなんかあげるの嫌な人とかいるじゃないですか。はい。むしろ私はウェルカムって感じです。まあ、プロモーションにもなりますしね。はい。嬉しいですよ、いいって言ってくれてる人は。なんかハマってるアーティストとかっているんですか？ハマってるアーティスト、私はイエロークローが大好きで、これなんです。イエロークロー。ニューロークローが大好きで、バルモファミリーが大好きです。これサインとか入ってるじゃないですか。はい。こんな感じでいろんな人からサインもらったりとかあるんですね。そうですね。私が好きなアーティストさんにはちょっとファンでもあるので、もうサインも求めて写真も撮ってもらって、こういっぱいあるんですけど。お、すごい。これ色紙。全部。写真。これ皆さんガイタレなんですか？あ、そうです。この中に俺のサインとか入れとかなくていいですか？いらっしゃい。すごい。誰、ちょっと有名な方との写真見てみたいな。まあ、全員有名なんでしょうね、これ。書いたれなんで。特に。ミハ。すごい。ブロハグ。アトモスシック。ダチュイカーズ。ダチュイカーズのこれももらった。これは本人からもらったか怪しいけどね。これは本人からじゃないけど、飛んできた。脱衣のサインどこ行ったの？さっき見たの。じゃあ、はい、自分自体も活動してるけど、アーティストのファンでもあるって言い切れるのがすごい。あ、めちゃくちゃファンです。す
すごいね、それは、うん。なんかちょっと悔しくてなんか言えないけどね。リスペクトがめちゃくちゃあるからこそ、うん、やっぱそうなりたいっていう気持ちが強いですし。結構その、うん、海外のアーティストさんが出るパーティーには積極的に出られてるみたいなことを話聞いたことあるんですけど。そうですね。むしろそっちが多いかもしれないです。なるほど。はい。TCPT さんっていう結構ガイタレをブッキングしてるとこがあるんですけど、そこがアゲハとかワープ新宿のデイでやってて、はい、そこで DJ することが多いです。なるほど。これもじゃあかなりお宝ですね。宝物って感じですか？宝物です。はい。他になんか宝物とかは？はい。あとは、これなんですけど、HDJ XT ってパイオニアのやつで。普通のあれじゃないんですか、これは。そうなんですけど。ハイヤホンというかヘッドホン。ヘッドホンで、これが、ミュージックサーカスの福岡の DJ オーディションがあった時に。あ、有名フェスの。はい、関西。はい。日本一になったんですよ、オーディションで。その時にパイオニアさんからもらいました。すごい。商品として。で、これが、ロゴが入れてもらって、特別仕様なんだ。そう、ここに、夏美って入れてもらったんですよ。好きな、なんか。でも嬉しくて、でこれも結構、もともとの単価もまあまあするんですけど、はい、大事にしたいので使えないです。これはね、ちょっとなんか、剥げちゃったら嫌だもん、ね。はい、嫌なんで使えないんですよ。だから大切にたまに見て、はい、って思ってます。すごい。はい。なんかこういうのないから、羨ましい、普通に。あと、今までね、なんか、最初の方に勉強した方、やつとかで、いろいろ DTM とかのやつをずっと、これ書いたりして覚えて、メモして、勉強したりしています。あ、音楽を作るので、これはサイトで勉強したりとか、本で勉強したのを自分なりに分かりやすくメモして、うん、ちゃんとそういう努力があるんだよね。いきなりはできないもん。今後こんな曲を作りたいとか、ありますか？はい、あとは、今作ってる曲、なんかのタイミングで初めて書けるときとかあるんですかね？はい、今このタイミングで書けたいとか。やっぱ今ちょっと状況が状況なんで状況状況なかなか自分の曲プレイできてないんですけど、うん、でも今サウンドクラウドとかスポティファイとかあるので、まあ、プレイできなくても曲が出したりしています。実際この自粛期間がすごいじゃないですか、はい、僕もやっぱ仕事ができなくて、うん、結構この時期どう乗り切ってるかじゃないですけど、はい、メンタル的なものも含めて、ちょっと聞いてみたいんですけど、そこら辺は。まあやっぱり実際メンタルはちょっと弱ったところもあるんですけど、ライブ配信もやったりしてて、その時ファンの人が来てくれて、応援してくれるコメントとか見たりすると、やっぱ元気出るので、それでなんとかやってます。今夜もライブ配信されるってことなんですけども、はい、ライブ配信、DJ なずみのライブ配信はどこで見れるんですか？自分のイベントをやってるのは Twitch なんですけど、あとはいろんなメディアさんとかから、他の配信イベントとかって、もういろんなとこからやってたりします。だいたい Twitch が多いかなってイメージですね。あ、なるほど。はい、じゃあ、検索すれば出てくる感じですか？はい、なずみさんのアカウントがあるってことですか？はい。私の SNS にもしょっちゅう、告知とか、アーカイブやってるので。見ていただけると。そこら辺チェックしていきましょう。はい。夏美さん結構こういう感じで、はい、没頭して、ぶっ続けで何時間も結構曲作りとかされたりするんですか？はい、全然寝ずにやったりします。寝ずに？はい。寝ずに？すごい。やばいね。お腹とか減ったりしないんですか？お腹、すきました。すきました。はい。どっか食べに行ったりとか多いんですか？いや、しないです。普段はどんな感じで？ウーバーイーツ。あ、ウーバーイーツ。流行りの。じゃあちょっと早速、じゃあ全然食べててください。はい、僕らそこも全部取りますんで。本当ですか？頼んでいいですか？はい、ぜひ。やった。お願いします。はい。普段やってることまだまだ聞いていきたいんですけれども。はい。
最近運動を始めまして、家で毎日筋トレしてます。筋トレはい。なるほど。どんな感じでやるんですか？おすすめが、めっちゃ王道なんですけど、韓国アイドルの筋トレ腹筋破壊っていうのがあって、それをやってます。それを3セットぐらい。なるほど。 YouTube の、その動画を見て真似してやるんですか？そうです。腹筋破壊するんですよ。見守りますよ頑張ります。あ、これです。これだけで、きつい。これで、腹筋終わりです。取れました。あ、来た。ウーバー、降臨。ありがとうございます。ありがとうございます。今来た。マックです。大好きな安定のマック食べていきたいと思います。今日のお昼ご飯はナゲットとスイートコーン、オレンジジュースです。いただきます。なんか趣味的なものって夏美さんは他に何かあるんですか？そのフィギュアとかアニメが好きです。どんなアニメハマってるのか最近だと。今夏アニメが始まったぐらいなんですけど、その春アニメで好きだったのはかぐや様小暮世帯の2期がめっちゃ好きです。知ってますか？僕らも知らないけど画面の向こうの人でうなずいてる人がいるかもしれない。何でもいろいろ見るんですけど、まあ女の子が好きそうなアニメが好きです。少女漫画ってことですか？じゃなくて、私はこうほのぼのとかそういう日常系で言うんですけど、が好きです。女性 DJ として、はい、なんか僕らがわからない苦労話とかそういうのってなんかあります？なんかやっぱり女性 DJ って、なんかこう舐められるっていうか、ちゃんと頑張ってて努力してる人いても、なんか女だからいいよねとか、女の子だからダメとか、そういう感じでしょって勝手に決めつけられちゃうとことか結構悲しいとこありますね。だからやっぱそういうのに負けないように、なんか認めてもらえるように、何も言われない立場になるために、普通の人の何倍も努力しなきゃいけなきゃいけないって思いましたし、今もその途中なんですけど、そんな感じですね。応援したくなるありがとうございます。応援したくなる。まあ、いろんな女性 DJ さんがいると思うんですけど、結構私なんかあんまり人と被らないっていうか、ちょっとなんかぶっ飛んでる感じなんですけど、なんかそれでも好きって言ってくれる人がいて、すごい嬉しいです。 M から原宿のラフォーレにお買い物しに行きます。なんかよく行く店っていうのがあるんですか？そうなんですよ。私がよく服とかアクセとか買ってる好きなお店があるので行きます。ちなみに地下鉄なんですけど、はい、電車とかよく使うんですか？あ、結構使いますよ。全然使います。 DJ 夏美だってたまにバレたりしないんですか？あ、たまに声かけていただくことあるんですけど、普通に嬉しいです。あ、嬉しい。はい、ありがとうございます。かけてくれるんだって感じじゃないですか？全然嬉しいです。知ってくれてたんだって思って。じゃあこの後、じゃあ、ナビさんつけましょう。はい、はい、レッツゴー。さあ、原宿に着きましたけど、はい、
気に入りの店にじゃあ連れてってください。はい、ラフォーで行きましょう。入り口に着きました。ここが私がお気に入りのお店、ラフォーデの中にある XU さんです。このロゴの XU さんなんですけど、大阪にもあったりして、ドックってお店だったりあるんですけど、私が好き、ここセレクトショップ、韓国のブランドが多くて、このフランクっていうブランドが結構好きです。韓国も可愛いんですよ。私がよく買うのは、なんか DJ の時によく着る服があって、こういうピチッとしたやつが結構着るの多いです。こうおへそが出てピチッとしてる、これにあのズボン合わせたりとか、やっぱ結構多いですね。かわいい。動きやすい服が結構着れ、はい、着ているイメージあるんですけど。そうですね。韓国のあのアイドルグループが着てるような服が好きです。アクセとか、かわいい。かわいい。最近、この有刺鉄線の流行ってますね。かわいい。あと、これね、大江とかみんな結構知ってる人気な韓国。ちなみに今から向かう撮影って何ですか？デノン DJ さんの、新しく機材が出たので、それの、撮影です。アンバサダーになったんですよ。実際の機材を使ってみた動画を撮影して、向こうでなんか宣伝として使うみたいな。そうですね。多分世界的に配信されるかなって感じです。すごい。レイドバックルークとかオリバーエルデンスとか使ってる機材です。日本ではまだちょっと使ってるとこ少ないんですけど、機能とか結構良くて、お値段もそんなにしないので、全然おすすめです。じゃあ、向かっていきたいと思います。はい。お疲れ様です。到着しました。じゃあ、ここから会社の方に行きますので、ついてきてください。デノン DJ さんに来ました。お願いします。じゃあデモルーム、はい、あ、すごい、ちゃんとバッチリ、すごいセットしてあるんですね。バッチリです。ちなみに今日はどんな撮影なんですか？改めて今日はですね、デノン DJ の新製品クライム2という機種がありまして、こちらの機種を使って、夏美さんのパフォーマンスをちょっとしていただこうかなと思っております。お願いします。よろしくお願いします。この機材はいつ発売なんですか？これは6月の28日に発売しました。あ、もうしてるんですね。そうです。素晴らしい。夏美、あ、すごい、何これ。ここに夏美です。アートワークが映るんですよ。で、例えばそのアートワークって、まあ曲ごとに入ってると思うんですけど、自分で設定した写真とかも一応入れられます。アートワーク抜きで。かっこいいですね。まあ、結構推しの機械です。まあ、これの、4ちゃんのやつが、まあ、先行で出てたんですけど、まあ、2ちゃん版がついこの間出ましたってことで。素晴らしい。ちなみに、夏美ちゃんに今回お声かけしたということで、はい、なんで夏美さん選ばれたんですか？もともと DJ やってまして、はい、で、名古屋で共演したときに、はい、なんだこのアイドル DJ だと思ってたんですか？なんだこれみたいな。触れちゃいけない。触れちゃいけないかもしれないですけど、なんだこれと、はい、思ってたんですけど、プレイ聞いたら、いや、意外と男前だなと思って。それで、ちょっと見る目変わったんですよ。はい、で、DJ やっても結構経つんですけど、SNS 見ると、あれ、随分男前になったじゃないかな。で、まあ、うちの機材ってどっちかっていうと、その、癖の強い人だな。多いんですよね。なんで、まあ、そこに
当てるにはこんな男前の女子がいいんじゃないかなと思いまして、で社内で協議した結果、いいじゃんと本社の方もそれでお願いしてる感じですね。お疲れ様です。どうでしたか？あ、めっちゃ楽しかったです。楽しかったですか？緊張もしたんですけど、楽しかったです。めちゃくちゃハードスケジュールですね。うん、ああ。この後は家帰って寝る感じですか？あ、今からちょっとライブ配信に行ってきます。あ、ライブ配信は家でやるんじゃないんですか？あ、いや、スタジオでやってます。あ、そうなんですね。わかりました。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございます。では。